深い、分厚い。こんにちは、木下優香です。今日は、大岡山にあるひろべえさんの広島風お好み焼きのチャレンジをします。今から広島風お好み焼き3人前に挑戦したいと思います。お待ちどおさまです。あー、美味しそう。めっちゃ大きい。何キロぐらいあるんですか？それ 2.5 キロです。おー、2.5 キロ、はい、普通の人は食べられないですよ。美味しそうなんで、はい、じゃあスタートいたします。はい、頑張ってください。いただきます。さあ、今回も始まった木下ゆかの大食いチャレンジ。今回は 2.5 キロ、約3人前の広島風お好み焼きにチャレンジ。制限時間はなんと20分。前回 2.5 キロのチャーハンを食べた時は木下ゆかは24分かかっている。さあ、同じペースでいくとこれはちょっと厳しいかもしれない。この熱々のお好み焼きを木下ゆかは制覇できるのだろうか。残り1分50秒で完食です。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。見事お好み焼きを食べ終わりました。